得ない？ なんか濃いよね。分け目？そう、なんかね、多分ね、いつもねここで割れちゃうんだよな。そう、ここで割れちゃうから、前髪作ってもいつも自然と気づいたらこうなってんの。でも嬉しい。 そんなことないよ。 なあ、よかったよかった。これね、昨日の肉じゃがの残り。じゃーん。なんでじゃあお休みっていうの？寝ないで、まだ。てかまだ7時よ。7時よ。寝るの？あったかいかな。ちょっと食べてみるわ。いただきます。人参多いなとか思ったでしょ。 ちょっとぬるいけど、ちょっとぬるいけど美味しいよ。じゃあ人参一つ分けてあげるって。箸はとか言わないの。箸はとか言わないの。あとね、これね、今日ね、なんか昨日肉じゃがとお味噌汁に「お仕事終わった、お疲れ、肉とじゃがもだけでいいや」「人参パールから分けてあげるよ」見たよ。これなんだと思う？あの、そうで、そのね、あの肉じゃがと味噌汁作った残りのさつまいもが残ってたから、あのおやつに焼こうかなと思って、焼いて、あ、でも油の代わりにバター引こうと思って、バター引いて、え、なんかちょっといい匂いしてきたから、でも焦げちゃって、どうしようどうしようと思ってた。蜂蜜かけたらさ、まさかの大学芋みたいになっちゃって、めっちゃ美味しいの。今日のちょっと嬉しいハッピーなお話でした。うん、何、花束くれんの？ありがとう。でもね、それ思った、芋系、え、だよね、だよね。そう、なんかちょっと違うけど、そう、大学芋風で、匂いがめっちゃ大学芋、味もね、ちょっと甘い、美味しいです。こういう工作料理めっちゃ得意。このね、思いつきで作る感じね。あと、あと人参のちょっと今日切り方が面白くて、昨日かいろんな切り方練習してたんだけど、いろんな切り方しすぎて、あの残りの、なんていうの、残りの人参入れたみたいになってた。こんな普通のこういう形とか、丸いのとか、この細長いのとかいるの。めっちゃ面白くない？ん？流れ星とペンライトありがとう。じっちゃんかわいい、初見さんありがとう。お味噌汁はね、安定のうまさですね。わかめも入れちゃってね、今日ちょっとわかめなんて入れちゃって、おしゃれな。うん、ちょっとさ、肉じゃがもうあと何秒ぐらいだ、あと20秒ぐらい温めたいかもしんない。ちょっと待ってて、いつ見ても一段と可愛い、嬉しいこと言ってくれるじゃん。肉じゃがってさ、絶対熱い方が美味しいじゃん。え、思わない？ちなみに今日ね、じゃん、わかめってオシャンティーなん、全然多分違う。そう、わかめ、なんか友達がね、乾燥わかめくれて、そう、アサリの、あ、え、マジで美味しいよ。あとさ、あとさ、あとさ、今日ね、本カツオじゃないのかけるの、かけるの違うんだ。いつもさ、本カツオかけとるやん。今日本カツオ、よいしょ、近いって言った。だ、20秒20秒。あー、いい匂い。
感じの。で、サイジュースさっき2本飲んじゃったからもう今日は飲まない。あの緑茶持ってきた。ほら、わかる？この湯気見えますか？見えてないね、これ。今日は牛乳こぼしてない。うまっ。うまとか言っちゃダメなんだね。おいしい。こんばんは。トリュフ食べたことないな。おいしいの？うん、食べたことないけど、トリュフの入った塩みたいなのは一回なんか家にあって、ちょっとかけて食べたことある。それってさ、トリュフ食べたことあることに入ってんのかな。どうなんだろう。うん、支払い先ほど済ましてきました。間に合った？よかった。トリュフ入ったポテチとかあんの？今も売ってんの？うん。でもさ、あの、なんていうの、結構前に食べたの。それも一口ペロみたいな感じで。だからさ、あんまりさ、味を覚えてないんだけど、あんまりさ、あの、なんていうの、珍しい味だったなって思った。向井の三大変麺って知ってるかい？トリュフなんだ、聞いたことあるぞ。聞いたことはあるけど、なんだ、自炊とかするよ、するよ。キャビア、キャビアか、キャビア、キャビア、キャビア、フォアグラ、キャビア、キャビア、キャビア、フォアグラ、なんかトリュフ、キャビアはロシ、友達いるの、すげえ。うちの夕食はイカサラダとわかめ海鮮、海のものだね。こんばんは、こんばんは。これさつまいもってさ、あの繊維が入ってるよね。ここがちょっと悩みどころ。私はトリスのハイボール、ハイボールね。お酒っておいしいの？聞いちゃダメなの？これ声ダメなの？ダメなの？よくないの？怒られちゃう。なんだよ、餃子とサラダいいね。何かけてる？みんなサラダに何かけんの？私はごまどれ。ごまが一番だね。私はトリュフより、すごいな、よくね。オリーブオイル、オリーブオイル、オシャンティー、欲しいなると。確かに。でもちゃんと分かった。今日はネギトロと豚カツでした。いいね、いいね。ずっとのあの子可愛かったな。でしょ。シーザー大臣が好きです。シーザーか、シーザー多いね。みんなじゅっちゃん可愛い、ありがとう。ごま油、あ、そうか、ごま油美味しいよね。分かる、かけないけど。ごまドレッシングは一緒だ。うん、餃子のスープ、誰か餃子今日食べた人いなかった？しそね、青しそ。私一回、なんだろうな、バジルかな、バジルの何かかけ、それしかなくて、かけるのが。そうで、しぶしぶかけて食べたら美味しかったことがあるから、バジルも美味しいよ。マジでなんだろうな、あれ分かんない。うわ、お寿司いいな、うらやましい。セパレート、なんだそれ。ちょっと愛してる、伝えましたよ、大丈夫そう。お、ちゃんと伝えたのね。じゃあおやすみもちゃんと言ってね。
しゃぶしゃぶもごまだれ派。うん、それはなんかあのあのなんだあれだよ、あるあるじゃん、あれ和風だしみたいなのにしてる。今日早いね。そうなの、今日早いの。うん。うちはまだ来ないよ。そうだよね、まだ書いてないもん。タイミングがなくてね。でもほら18、19書くから安心して。でふりかけ、なんなん、ふりかけじゃないの今日。鮭、鮭フレークみたいなやつ。じゃあ何書いてほしいかさ、メールで言ってよ。富山の、そうだね、富山のお寿司。え、でもね、いや違う、いっぱいある、いっぱいある。私はね、あのなんだっけ、あるじゃん、ブリ、ブリとなんだっけね、忘れちゃった。ブリが美味しいんです。ブリ美味しい、ブリしゃぶ。おお、ちょっとね、お湯にさーってやったらすぐあれになっちゃうもん。最近がこの世からなくなったら引きこもる。うわ、一緒、私もそう。私も鮭大好き。魚津、魚津にある、特集書いたよ。言わなくていいさ、ここで。わざとだろそれ。確かに書いてたわ。うん、うん、バラありがとう。ジェナがいなくなったら寝込みます。大丈夫、ちゃんと言います。そう、聞いて、今日で配信30日目なの。すごくない？ハロー、やっぱわざとじゃん。ねえ、鮭のおにぎりいいよね。私もね、あのコンビニとかスーパーとか行った時にとか、そのおにぎりとかね、選ぶ機会があった時は絶対鮭かツナマヨにしてる。鮭かツナマヨで悩むけど、大体鮭かな。意味のこの中にある食堂のブリマジで美味しいから食べに行って行きたい。それは食べたい。ひみね、五目、五目も食べるよ。でもさあ、確かに五目もあるね。こういう三角おにぎりの話してて、今日ナチュラルメイク、メイクしてると思うんですか皆さん。明日は何かするん？ん？配信で？何もしない？筋子って何？カジマヤの鮭。へえ。食べたい。食べたいやん。眉毛描いたって言った？今描いてない。今日何も筆を顔にのせてない。え、それな、え、待って、10年で30年、え、待って、え、ん、あれ、ん、あ、え、あれ、まだ今日で30日じゃなかった？あれ、おかしいな、あれ、あ、そういうことか。え、今日29日、明日で30か、30は明日か。あれ失礼。あれ失礼。え、それは奇跡だわ。明日じゅっちゃんの日だよ、みんな。今日29日やったな。ソーリーソーリー。すまんねえ、間違えた間違えた間違えたけど。ごめん、ふざけた。あ、流れ星ありがとう。記念だから何かするかって聞いたってこと？何する？歌う？
何する？30日記念か、そっかそっか。1ヶ月コスプレはしません。明日はちょっと待って、そのところにあったから減るよ。ちょっと待って、明日は五目と野菜ジュース買って、仕事終わったらもっちりフレンズ買いに行くって。めっちゃじゅっちゃんじゃん、めっちゃじゅっちゃんだね。コスプレはしない。最近17が怖い。明日17日だね。17の呪いそろそろ解けるといいな。ゆうはゆうはに取り除いてもらうな。たこ焼き焼く、あ、ね、残ってんだよな。そうなの、残ってんの。そう、歌唱力の練習はしてるの？してるよ、ずっと歌ってるけどね、本当にね、難しい音程のところがあって、そこがなかなか治んなくて困ってる。朝はシ、CAって何？キャビア？CAって何？カーカーキャーなんだいね。2個取り置きしてもらった17日だから、おーおー、2個私より多いじゃねえか。こんばんは。コスプレとモエセルフ意外ね、私のキャラじゃないっていうね感じですけどね。モエセで可愛いじゃねえかよ。モエセで、あら本当だわ、あら本当だわ。ちょっと歌ってみて。ダメですダメです。胃袋お揃い界隈しない？何お揃い界隈にする？肉じゃが。大学芋にする。歌唱力とりあえず可愛いって言ったらいい？歌唱力、うん、そうそう、もうもう可愛いって、可愛いにしていて。キャビアンテンダント、あー、キャビアンテンダントってことね。あ、そういうことだ、びっくりした。キャビア。朝からコスプレはきつくね。いやいや、そんな毎日毎日コスプレなんてしませんよ。困りますね、なくなっちゃいますわよ。でもほとんど富山に置いてきた。季節外れのさ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、雑なとこ出てね。雑なとこ出てますよこれ。19日1個受付でスタッフさんに怒られちゃうよ。プレゼントしたら来てくれるのかな。着るかも。朝からフォアグラもいいね。何かがいるよ、何かがいるね。過激じゃなければ着るけどさ。何食べていいの？これは鮭ご飯。味噌まんじゅうがまだ来ない。まあ地味に遠いもんね。ちょっとご飯の時間早いなとか思った。そんなこともない。さすがにすっぴん良くないか。肌の良くないところが見えますね。やっと謎が解けたよ。好きな推しの打ち合いつになっても。な、何書いてほしい？みんな特賞値は当たったら言って。ちゅうちゃんサーモン、うん、辛いの食べたことない。ピン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 。そんなことないよ、かわいいよ、ありがとう。ここね、唇のシミみたいなほくろなのかな、わかんないけど、
これがね昔から気になるところ。こんばんは。あ、はじめまして、ありがとう。推しが書いてなきゃそりゃ来ないわけない。え、何も書かずに送ってもいいけどどうする。メッセージなしの大きくサインにしとく。てっちゃん歌唱力予選の収録しました。どうでしょう。そしたらね、特殊当たったらジュの圧って書いてほしい。面白い。じゃあ当たったら言ってね。私今逆に圧かけられてるでしょ。うん、いつもより。すべて配信来ませんだって。それは困る。で本当に何も書かれずにさ届いたら嫌でしょ。私も嫌だ。うん、サーモンはね何も味ついてないのに醤油かけるのが一番。わさびは鼻がツンってするでしょ。なんか今この大学芋風なの食べて思ったのが、ちょっと甘いのとバターと蜂蜜だったからちょっと塩かけたら絶対美味しいなって思った。塩ね、取りに行かなきゃないわ。取ってきていいっすか。4期生フラフラ始めますからいいですか。ダメですね、それは。それは良くないね。博多の塩、スルメに、スルメイカには塩かけないね。うん、ふん、イカはあんま食べないかも。とってこい、とってこい、ちょっと待ってて。青色の下の白ね、みんなどうだった今の。おーってどう、いい微生でしょ。どう、スイカですね。一問に違うよ。おーってどうだった今の。おーって青色の下の白、叫ぶな。どうよ私の急な叫び声、そのシャープくらい。ちょっとここに塩置いとくわ。これあの明日の朝もし配信したら明日の朝までだっかもしんない。まあ朝じゃない、どうなんだろう、朝なんかな、まだ時間決めてないや。隣の人が来ちゃう。確かに来たら困る。ピンポーンって酔ってない。これね、あのね、新潟に住んでから初めて食べた塩。なんか塩料理するときに塩が急遽必要だってなって急いで買いに行った。で、赤いの気になるからしまいませんか。これですか。おい、しまったよ。そう、この塩が初めてなの。そう、マジこのさつまいもみんなに食べてほしい。うん、みんな気になったでしょ。実は自分も気になってた。ね、食べたいでしょこれ。ね、
美味しいのさ。てか今日食べてるものほとんどさつまいもとじゃがいも入ってる。お味噌汁にも入ってるし、肉じゃがにも入ってる。なんか肉じゃがが超美味しいの。この大きく切った人参とかね。てか味が天才。褒めすぎた？本当にみんなね、あの炊飯器で作ることを勧めるよ。なんでかっていうとね、そのさ普通のフライパンで作ってたらさ、紐とか離れられないじゃん。ガスとか特に。これ作りながら離れられちゃうからね。農業部で売ってくれました。確かに売りたい。てか農業したい。私いつ出れるかな。味めっちゃしみしみ。おいしいよ。てか年齢的でさ、車の免許取れちゃうからさ、ね、私もナギみたいにさ勉強しようかな。アイスの連中はね、そりゃね全部溶けちゃったら困るからね。え、みんなもアイス連中するでしょ。10秒ぐらいしないの。カチコチなんだよ。スプーンも刺さんないんだよ。しないよって。車の運転危なっかしい。だっていや、みんな最初はそう言うでしょ。友達が運転したら乗りたくないとかさ。一緒一緒。ね、みんな練習するでしょ。10秒ぐらいしないの。するかと思ってた。あれだよ。違う違う、でも棒付きとかはしないから。棒とかじゃなくてそのスプーン。スプーン刺さんねえじゃん。ねえ、しないんだみんな。するかと思ってたね。スーパーカップ、あ、そうそう、そういうカップ系。そう、ちなみに私は31のやつをレンチンしました。ハーゲンダッツもレンチンしました。ちょっともうご飯終わるまでのテロップじゃなくてアイスレンチンにしとくかもしれないから。ね、あ、ジナに免許交付なんて読むの。でもめっちゃドブドブに溶かしたわけじゃない。早く食べたかった。私我慢できなかったの、食べたくて。交付終わってた。私あってたあってた。欲しいね免許。みんな持ってない仲間いる？そう、そんなすぐ食べたかったの。夜急にアイス食べたいな、ガラガラガラって開けて、カチコチレンチンしようって言ってレンチンした。ねえ、みんな仲間いないの？免許持ってない仲間。スピード出しまくりそうでは。私がみんなのこと取り締まるじゃなくてさ、私が本物のポリスに取り締まられちゃうじゃんそれ。確かにね、年賃の加減ね、確かに難しいよね。ジュナが免許取ったら押し返しなんす。なんだそりゃ。それは困るわ。持ってて損はないよ。
あの運転しないから安心して、持ってるだけになるから。運転しないから大丈夫だよ、持ってて身分証明だけに使うから安心して。私多分一生ほえーってしてる、ママ連れてってってパパここ行きたい。なんなら妹が成長してさ、妹がさ運転できるんだったら、ねえここ連れてってって言っちゃうかもしれない。こうやって一緒一緒銀ちゃん。免許取ったら写真見せて、やだ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 、絶対絶対やだ絶対やだ絶対やだ、ちょっと待って、痛い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 、おー痛いぞこれは。ちゃーちゃー、18日の公演東京から見に行きます。ちゃーちゃん推しです、パフォーマンス大好き。じゃあ受付かさ、あれで、え、な、え、なの、なのってね。ありがとう、待ってるね。気をつけてきてね。何で来るんだろう。免許の写真、事故がなるよね。そうそう、絶対そうだなと。ちなみに、田植え、いや、この免許。あー、ドールじゃないからかな。え、そうだよそうだよ、私出たいもんそれ、充電させてくださいって出たいもん、出たいよ、出たいから、やっぱ免許取らなきゃいけないわ、ダメです、取りますね。東京都私もですけど知ってる、もう覚えたよ。18、19はどうなの、会えるの、素晴らしいよ本当にね、嬉しいね、やっぱ県外からって嬉しいよ。空白、びっくり。15日の公演、市内から見に行きますか、片道を流して、許せる、それは許さぬ。許せないね、それはもうね、もうね、もう急いで、もう走ってきてくださいね。寝坊したら車じゃなくてダッシュで来て、走って。車で15分ってことは、走って、歩いて30分ぐらいだね。どうじゃん、どうなの、私原付の方が似合う。じゃあヘルメットしてさ、こうやってブーンって行くわ。だからいつかそれのテレビ出るから待ってて。電車で3時間半か、遠くない？トラクター、トラクター、私トラクターに合う、ちょっと乗ってみたいけどね。そうだよ、テーマはね、うん、そう、電動の何か持ってないと本当に不便だよ。雪も、それもさ、でもさ、車じゃなかったでさ、まあ、もう原付の話だとしたらさ、雪とか降ったら動けないからさ、やっぱ車のね、免許は持ってないとだよ。もしアイドル卒業、今は予定ないけど、した時に通ったら大変でしょ。だからそれもさ、もしも何かあった時、急ぎで乗らなきゃいけなかった時とか、持ってなかったら、うわそっかってなっちゃうじゃん。みんな安心して、バイクは多分私乗らない、身長の問題があるんだわ。あとさ、力、起き上がらせられなきゃいけないでしょ、無理でしょ、まあ、撮影でね、乗らずにバイクを横に置いて撮影ならね、してみたいけどね、ヘルメットこうやって持って。こんばんは、ズーナンが受付の時楽しみすぎた、朝9時過ぎ、早くないか、でも友達と話してたらそんなこともないか。
ちゃんかわいい、ありがとう。身長、身長と力の問題ですね、これは。身長があっても力がないとでしょ。取るとき多分だけどさ、絶対さあれでしょ、こう起き上がらせられるかの練習もあるでしょ多分、わかんないけど、その時にさね、力がなかったらもう終了だよね。さつまいも美味しすぎてやばい。大型だけ？でも大型かっこよくね。わかんない。新幹線と高速バスで4時間。長え。長え、それは。に、あに、二血する？私が漕ぐのそれ。ママチャリにね、それが一番かも。ちょっとやってみなきゃだよね、まだやったことないからさね。じゅっちゃんチャレンジみたいな感じでいろんなのチャレンジする企画。市内片道15分ですいません、寝坊したらダメよ。でも公演の日はさ、私朝配信してんじゃん、だからもうそれと一緒に起きちゃえばいいんだよ。チャリのこれ、チリン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 って、あれってなんでついてんだろうね。足速くなった？そう、私そうなんだよ。いや、足の速さっていうよりか、私ね、走り幅跳びのコツ聞きたいかも。走り幅跳び、なんか足をね、こんなのしなきゃいけない、わかる、伝わる、せーの、ふっって。はい。伝わった今ので。走り幅跳びの足、走り幅跳びって検索したら出てくるかな、わかんないけど、はい、して画像がいっぱい出てくる。やっぱり足の長さが重要かと。って待って、そうそう、こうやってヒッて飛んでお尻ポンってついてる。みんな走り幅跳びとさ 100m どっち得意、あのどっちかって言ったらみたいな、絵に描いて、私絵もダメなの分かるでしょ、絵もダメなの。怪我して公園出ないとか、大丈夫大丈夫大丈夫、怪我してないから大丈夫。怪我はしせんちゃん、飛ぶだけだよ、走るだけだよ、大丈夫大丈夫。私ね、走りでこけたことあったかな。19日ちゃんとコールします、なるな。あ、そうじゃん、コールコール、みんな忘れないで、私のじゅっちゃんコールちゃんとしてね。あの今日からその公演の日まで毎日ちゃんといて。え、なにこれ、なにこれ、なんか動いてる。見て見て。マジしょうもな。みんなね、ちゃんとあのその毎日メールで推しカラーのハートでつけとく。でペンライト3本ないですってよく言われちゃうから、うん、おもろくない、カク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 ッつ、カクカクッ。マジ何やってんのって感じですけどね、本当にアホみたいですね。まあ、こういうしょうもないことするのが大好きなんですよね。親指せやで、何で怪我したかっていうのはちょっとグルいから言わないけど、てかアホだねって言われちゃうから言わないけど、
タンスにゴン、しょうもな、しょうも、タンスからとんでもないもん出てきたらフォローできないぞ確かに三本振りちょっときつかったです。だよね。じゃあ水色とさ黄色にする？みんなの嫌じゃなきゃ。ちょっと今イヤホンほどいてんだ面白い。かくかくかく、もうしつこいね。これはもうみんな思んないっしょ。みんな笑ってないでしょ、そもそも。だけどちょっと待って、今ね、ちょっといいもの企んでんだわ。イヤホン、ごめんね、イヤホンのみんなごめんね。早く会いたい、歌ってくれるの、ね、イヤホン民のみんなごめんね。ちょっと一回久々にやらせてほしい。どう、みんな耳壊れなかった？これがしたかったの面白いいちばる楽しかった ASMR あゆしてんとこ行く。え、なんで行くの？え、なんで行くのなんで行っちゃうの？ここにいてください。なんでそんなこと言うんですか、みんな揃って。それはダメですよね。もうここに来たならもうここにいてください。 ASM するから、あのさつまいもの皮食べるからえ、さつまいもの皮ってなんか体にいいんじゃなかった？違ったっけ？意地悪するからみんな移動しちゃうの？ひどいひどい。うんうんうん。ね、聞こえる？ちょっと聞いとって。シャキシャキって聞こえた？使って喋ってます。ASMR してる。これやってみなかったんだよ。ASMR してる人にさ、じゃ今口こっち回んなかったな。もう、こう ASMR さ、はあ、カパカパしてるって。ASMR してる人ってさ、ここにさこうつけてない？鼻息荒いよ。だって鼻呼吸なんかな。あれ鼻呼吸ってよくないんだっけね。鼻呼吸がいいのか。こうやってつけてるよね。わかる？伝わる？言いたいこと。こういうとこにつけてない？いつもみんなこの辺についてるよね。ちょ、ニキビ隠させてもらうわこれでついてるよね。だよね、そうだよね。マスって隠し、どう、うざい？え、なんか ASMR してる人の動画見てみ。顔面についてるよ。でも歯磨き粉のとこにつけていて、コメントで書こうと思ったらイヤホンで叫んだらそうだよ、腐れたから。なんで行くの？そういうところ好きなんだよなみんなこういうとこ好きなんか。みんなじゃないな。なんでうざくなってきた？だと思った。ずっとこんなことされとったらうざいよな。何する？一曲歌う？じゃあ何にする？ちなみにだけど何にする？いいよ、キャラ変するからいいよ。キャラ変するね。よいしょ。正座した。
疲れ様でございます。何を歌いますでしょうか。リクエストはありますでしょうか。何キャラわかんない。わあ、どういうキャラ。自分もちょっと分かんなかったけど。みどもり、この前もみどもりしたな。いいの前座の曲で。お疲れ様です。確かに。なんかね、そう、中学の先生かなにも言われた。なんか水部の子たちってみんな語尾上がるよねって。そう、こんにちは、お疲れ様です、こんばんは。こんばんは。え、難しい、イントネーション変だよこれ。これ自分だけ。富山の人と。麻生樹奈です。麻生樹奈です。麻生樹奈です。意味わかんない。ぎこでんね。ありあり。お、今日めっちゃ天使の尻尾。ちょっとごめん、私それ歌えるかわかんない。やっぱり語尾上がるね。マックス1回目、2回目ってするみんな。ジュンヨロ、ねえねえ、ジュンヨロ愛してるよ。返してほしいんだろそれ。愛してるよって返してほしいんだろ。待ってろって。しゃべぴっちゃって。あ、確かにあり。後でやってみたいの。そう、私公園でいつかやりたい。これ気になる。あの別、あの別か、いいね。あの今全部にいいねって言ってる気がする。あきか、待って、あきかって私歌ったことないよね。え、できるかな、やってみる。あるよね。え、待って、不安なんだけど大丈夫かな。ちょっと待って、とりあえずやってみる。途中でさ、ちょっと保険かけとく。途中で止まったらごめんねって。なんかさ、くたばれをさ、かっこよく言いたいよね。パチパチパチ。まつげどう？今日束じゃないけど。え、ちょ、空き缶にしてみた。ちょっとすごい手さ。夢も希望もいらねえ、ぬるい言葉はくだらねえ、過去なんかいても未来教えなんだろう。何が正しいかなんて負け知り顔で言う。大人たちは神回、自分の胸に来てみろ。唾を吐き捨てるみたいに、いつも睨んできた。反抗的だと殴られたって、生き方は変えられねえ。空き缶を蹴っ飛ばすように、なんかさ、今日自分の声だけでかいのだけど、すいません、すっごい歌いにくい。どうしてだろう、これ何かある？だってイントネーションなんか違った？嘘を見逃せばいいんだ、優しくなれと言うけれど、あんたと正直機会作り笑い吹けやろ。ごめん。変なものなんか何も
欲しくないよ。カラオケ痛い子現代だけど俺に値札をつけるな。空き缶を潰してやる魂が入ってないなら空っぽで生きるよりも面倒なパンクでいいんじゃね。夜当たり上手に機嫌取りながら快慣されたりしないよ。綺麗事なんか許さないよ。泥水飲んで暴れよ。くだまれごめん笑っちゃったやばい顔真っ赤っかなんだけどどうしよう ちっぽけな人生何をかっこつけてる。もうだいぶでも意味なんかね。偉そうなやつの演説なんか聞くもんか。バンクロー空き缶を蹴飛ばすようにめいわくなパンクをなぜ覚えたんよ。潰してやる魂が入ってないなら空っぽで生きるよりも面倒なパンクでいいんじゃね。あーごめん本当に。ちょっときついかも。この曲確かに私の歌い方が悪いのかな。これ難しいね。ごめんなさい、あのくたばれでちょっとタイミングをちょっとミスってしまい笑ってしまってすいませんでした。これは練習します。練習してさ、ちゃんと上手くなったのをさ、みんなで前でやりたいからちょっとしばらくこの曲は封印しますね。またリベンジいつかね。待って、じゃあ2ラム練習するわ。もう口角上がってる時点でな、もう終わりだよね。もう私が2なんだら怖いって言われるから。真似すれば歌える？マジ？あ、カメラこっちやった。こっち、間違えてこっちやった。こっちに段取った。やっぱ笑っちゃうよね、これ。ちょっと待って、真面目にニラム練習するわ。すいません。あ、はるちゅうさんじゃないこれ。違うかな。違う可能性もある。違うと思っておこう。不機嫌じゃないです。ヤンキーの声。違ったかもしれないから、みんな探すのやめよう。違うかもしれないから、私が一瞬パッと見だけでちょっと判断しちゃったかもしれないからね。
あ、ちょ、今みんなのことに悩んでんな。寝落ち、この歌歌って寝落ち寸前だったのすげえな。で狙われてドキドキするのか。そうかそうか。可愛い曲でお口直しお願いします。確かに。でギコ伝をね、すごい歌いたいんだけど、すごい後半歌えるか心配でさ。今頭の中で生成してた。ちょっと怖いから純情とか声出るか。いつもね、そう、前座でまだ一回みんなの前でやったことないんだけど、リハの時に結構苦戦しとった記憶があって。そうなんですよ。え、本当にハルチュンさん、本当にハルチュンさんだった。あれあれあられあられあられあ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 ら、本当だわ、本当だわ。お、偽物じゃなかった。すごい失礼しましたな、これは。こんばんは。え、もうでもさすがにいないかな。私もね、よくはるちゅんさんのお部屋にお邪魔させていただいてます。あら、はるちゅんさん、もし見ていたらなのでいいんですが、私この前のイベントの時にたこ焼きパーティーをしたんですけど、そのたこが実は余っていまして、粉も100個分でしたか、50個分でしたか、粉が余っておりまして、よかったらうちにうちに来ませんかという、お誘いなんですけど。やだ、なんか照れちゃう。はい、いられるか分かんないんですけど、もしよかったら余っているのでひひひとか言って、あ、やばいね、ひひとか言っちゃう。私とこが叫んじゃったよ。私たこ焼き100個食べるけど、あ、でも100個だから、この前12個ほど食べたので少しちょっと食べちゃったんですけど、たこ焼きもたこの部分がちょっとひたこがちょっとふとか言っちゃう、本当にやだ。たこがちょっと少なくなっちゃってるんですけど、ウィンナーとかでよければ買い足しておくんで、いつでも来てください。でもさ、そう、確かにタコジさんで確かにタコ、本当にもうこのぐらいしかないんですけど、よかったら今冷凍庫で眠っていますので。待って、もううふへーとかやばいよ。あ、イカでもあり、確かにイカでもあり。え、なんならさ、魚とか入れちゃう。たこ焼きって中に入れば何でもいいと思ってる。チーズもありだと思うし。どうだい。あ、そうだそうだ、うへへだか、本当にもうグミはやばいぞ。ね、あって、ね、みんなうへへとか言わないで、ほんとに。もちもおすすめだよ、うへへ。もちか、入れたことないな。ありだね。ね、確かに確かに。レンチンしたアイス入れんだよ。こうやって。やばいやばい。肉じゃが入れよう、うへへ。ね、ほんとにみんなうへへとかやだ。もうなんか変態みたいじゃん。とかさ
やだやめて可愛いキャラでいきたいな私は。たこ焼きの確かにキムチあり、あー楽しそう私今一人で喋ってるから楽しそう。あの時のたこ焼いた方がいいさ。でも冷凍だよ冷凍、カチコチに凍ってるよ、やばいかな。でも言うて、え、どうなんだろう。もうでもさ、はるちゅんさんがあのうちに来てくださるっていうなら、私は全然タコをあの海まで取りに行きますんで、卵も新品の買いに行きますので、バズれるかも。ウィーってな、ウィーってやだ、こんなので、こんなのまでさ、ま、こんなので夢なりたくないよ。ウィウィはさやだ。例えばハウチューさんの話からちょっとずれちゃうんですけど、ユーハさんのお話をしてもいいですか歌うとか言ってたんだけどね、あのね、ユーハさんがあの差し入れでくださったシュークリームが美味しくて、ユーハさんと今度おしゃべりするいい機会ができたんですよ。いや、ね、本当になんかね、四角のねシュークリームだった。だからそれどこのかなと思って気になるから聞くの。うわーよくさえやだよやだよ、先輩の前でうへなんて言えないよウィいや、明日みんな朝起きてウヘヘ忘れてくれてたらいいんだけどな。皆さんウヘヘお疲れ様です、ウヘヘあのこの前のシュークリームってウヘヘとか言った待って、でも練習だね、ちょっと緊張しちゃうから。でも私のその差し入れで持ってった昆布、富山の昆布美味しいって言ってくださって嬉しかった。待って、めっちゃ跳ねてる、なにこれ、シュークリームやだ、なんかやだ、変態みたいやだやだやだ自慢してるよちょっと面白くなってきちゃったじゃあみんなさ、私にウヘヘって言ってよはあ、ねえ、最後歌って終わりにしようと思ってたのに何歌うよ、本当に。え、空き缶、本当に練習する。今日も可愛いな、ウヘヘウヘヘを定型文に入れてやだこのさ、ウヘヘのさ話をさ分かってる人だったらいいけどさグヘグヘえ、ウヘヘウヘヘよりやばいじゃん、グヘって確かに。でもウヘヘがさ、ううに点々って言ったらグヘって聞こえちゃうよね面白いよ。歌って今日の配信終わりにする予定だから、みんなもうグヘヘウヘヘやだ本当にみんな笑ってる、画面の奥で笑ったんが17日でかつ毎日配信3日の締めに朝もウヘヘと思います本当にやばい、ウヘヘとか本当にもう分かった、上ニヤニヤ上やろ本当にもう上じゃないよ
困ったわ。この前ね、みゆみゆさんのね配信を見てた時にね、法定速度を歌っておられてですね、その終わった後にはぁって言ったの、そのはぁが可愛くて、ずっとママと可愛かったねグリって言ってた。みんな見た、その配信、ほうかわいい決まってるんですが、まあですが、うふふ、それでハーって歌い終わった後のハーが可愛くて、あの声に癒しされました。ドゥフ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 はもう違うよ。で、法定速度楽しんだよ。それもさ、これしたらさ、ちょっとくびれができた感じすんの。みんなもさ、あのダイエットにいいかもだね。だからたまにやってる。私が部屋でさ、一人でさ、テレビで YouTube 見ながら踊ってるの知らないでしょ。どうなの知らないでしょ。本当に何なの。巻き込まないでよ。ぐぬぬ。いいじゃん、みんなで、じゃあみんなでこれやろう。息続くかな。え、みんなで踊ろう。え、いいよね。みんな法定速度やるよね。笑えなくなってきた。ね、なんで19日来るんでしょ。もう支払い終わったんでしょ。よし、みんなを巻き添えにするぞ。え、そうなんや。
楽しいよね。でけた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 でけけ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 ろけろ。かわいいな。ありがとうよ。押せるわ、嬉しいよ。最近聞いてなかったからコール忘れた。そうだよね、確かに。ね、あんまり聞かなかったら忘れちゃうよね。いちご食べながらやってた、あらちゃん。ね、これね、踊るの楽しかったな。どう、唇チュルチュルでしょ。チュちっちゃのジューでチュー。前を見れば何気が続くのか。私ね、そういえばピースしようとしたらね、何これで、ね、ピースしようとしたら小指がね、しまえないの、わかる。キツネ君の子。うへへ。そう、ピースしたら小指しまえなくて困っちゃう。すいませんでしたね。君の子になっちゃう。どこにいる？ちっちゃんちっちゃん。うん、メールに書いてちょ。一段駆け上がって、ハルチューさん、ハルチューさん、ハルチューさんが、ハルチューさんがおられる。
アイスありがとうございます。春どこ、君どこかと思ったら春どこ、まさかのちょっと悩んであげる。君のことが好きだから当たり鳥言ってるやつは見えない。私これを歌って終わるとか言ったのにリクエストを聞こうとしてるじゃないか本当にふざけすぎあ、待って、わたりの歌ったことあったっけ配信で。じゃあさ、それ歌ったら終わりにしようよどうだい。あー、イスありがとうございます。じゃあの声で今日負け。え、今日負けってさ、この前歌おうとしたらさ、なかったんじゃなかった？聞いてください今日負けでもいいって本当に本当に本当に黒歴史。いや、みんなね、もうちょっとしたら多分もうあと1ヶ月後ぐらいにはね、私のねアンポンタンのやつがね多分もういつかまた出るはずなんだい。あのみんな、こいつ本当に本当にこいつアンポンタンだなって思うものがね、1ヶ月後にはわかんじゃないかな。アイスありがとう。ないよね、そうだよね、なかったわ、うん、今日は負けでもいい。友達に勧めたら友達が本当にいい曲って言ってた。今も聴いてるらしいよ。うん、最近ガードレールピョンとしてないでもあのママのところに走っていこうとしてピョンってしようとしたの。そしたらあの車のさピーピーピーってしたところにあるさ、あれわかる、石、あこにつまずいたあれ飛び越えられなかった。あるはず、仲間だね。でもこれ飛べなかったら私ダメだから。いや、たまたまちょっと飛ぶ気がなかっただけだって。普段は飛べるから。どれだ、小さな目、あ、そう、悪いのよ、悪いよ、今日負けだよ。なんかさ、ちょっと待って、さっきの顔を真似して。違うな。そうなの？ちっちゃな簡単な歌詞動画作ってくれたの？ありがとう。見たい。強がんなよって言うなよ。こんにちは。あれさ、見る。あれだね。あのさ、めっちゃ願望を言っていいですか？いや、言うのやめとくみんなも歌詞動画作ってね、私見たい。でもね、ありがとうね、作ってくれて。見るよ、キナの動画ね。よかった、美獣いい時のやつでよかったよ。あのさ、TikTokってあるじゃん、TikTokTikTokってあるじゃん。あれでさ、フルネームで麻生樹奈とかさ、テーマ06とかで調べてさ、いつか出てきたらいいなとか思っちゃってる自分がいるTikTokでハッシュタグいっぱいつけてだね、そう、誰が調べても出てくるようなハッシュタグ NGT48 ハッシュタグ麻生樹奈ハッシュタグ富山ハッシュタグ06、もうこれ自分がなんかあれみたいなそう、なんかでもこんな風にしたらさ、もっと若い人にも見てもらえるなと思って。TikTok そう、だからね、みんなも歌詞動画よかったら作ってください。そしてその TikTok とかにもね、うん、そう、教わって、上手だから。ほんと花江さんの動画とか本当に綺麗、てか加工の力がすごいと思う。教わって、ちっちゃんからありがとう。ちなみに私も歌詞動画の作り方を教えてほしいから、みんなも教えてね。
けど最近動かせてないと思う。動いてないからね。そうだからみんなの力でみんながね、みんなの動画をバズらせてください。面白いじゅちゃん見つけた。ありがとう。そう分かった、ハッシュタグいっぱいつけるんだよ。TikTok に載せてみんな。TikTok 私がさエゴさしてさ TikTok とかでも検索して出てきたらね、嬉しいから。ウヒヒウヒヒ動画とかやだ、可愛いのにしてよ、可愛いのにしてよ。渡り鳥面白いじゅっちゃん、ハッシュタグいいよ、ハッシュタグみんななんか新しいの作って。困っちゃう、自分のエゴさだけしかしてない。ハッシュタグ前髪さん、前髪さんじゃ誰も見つけてくんないよ。あー星様ありがとう。歌まだ言うと思った、私もそれね今思い出した。ハッシュタグ前髪さん、新しいハッシュタグじゃないそれ。確かにウヘヘにだった経緯、確かに。じゃあそれもやっぱ拡散ということで。そう見て銀紙。本当だね、もうすぐだね、ご飯終わるまでとか言ってさ楽しくなっちゃった。みんな大丈夫、今日私変なこと言ってない、大丈夫。じゃあね、みんな拡散して TikTok とかにも載せてっていうのを言ったところで渡り鳥歌いますか。なんか違う気もするけど、あの別とかの方が良かったかな。うえ私高校生だから23時までできないんですよ。じゃねーじゃねー。22時だよ。以上点です、よかった、アイスありがとう。よし、渡り鳥歌うぞ、歌うぞ。これでいいの、本当にこれでいいの。いけますね、いいですか、再生ボタンポチポチポチ。歌詞動画作ったことなかったっけ、なんかさ君どこのやつなんか怖い編集してたくない、違った、猫ミームの猫みたいな顔じゃない、わかる。目つぶってないか、目開けてか、普通のやつはまだ時間がたくさん与えるよ。違うんだい、私やらなきゃいけないことがあんだい。あるんだ、あ私やらなきゃいけないこと、あそみゆやらなきゃいけないことあんだよ、だから終わんなきゃいけないんだ。課題やるよ言うと思った、私やらなきゃいけないの。お久しぶりです。おやっと届くの、よかった。そう心配してたの。でもめっちゃ久しぶりな気がする。心配だったんだよ。でもあれでしょ、楽しんでたんでしょ昨日。どうなの？そうちょっと心配してた。他の子のとこ行っちゃったかと思ったよ。メール来なかったか、どうか言っちゃった。そうね、楽しかった、これでしょ、カキーンって見に行ってたんでしょ、カキーンカキーンって言わない、もしかして違うか、ウヘヘドリに変えて歌ってほしいかも、やだやだ、歌うよ、歌いますよ、違うから課金違う、あれは仕事ですか、あそうなの、すごい、じゃあお疲れだ、お疲れ様、ああよかったよかった、戻ってきてくれて。よかった、
ってことで歌います。待ってろって、ボンボンボンって言った。見て、ちょっとよし歌うぞ。言わないの。どこまで行けば夜明けが見える。暗闇の中で汽車を待つステーション。思い出だけじゃ生きていけない。明日のため僕たちはずっと夢を見続ける。私たちとは何言えば飛んでいるのはどこなのか。今ただに逆らい進もうとしている。私たちに地図なんてない。ひたすら待って。青春の国語。これハプニングです。すいません、あの充電 10% しかなく、ごめん。これそう歌ったら都会の暮らし好きになれずに、あれから分かることがある。季節は巡り旅が始まる。僕らどうしてゆくのだろう。この川は自然に動いてしまうよ。季節は巡りたくましくなり、泣かせ道を切り開く。懐かしい思うのはふるさとを思う。確かに夕焼けってコールに使えないけど見えちゃうの。うふふが、うふふ体験部いいかも。行ったり来たりしてるのは飛び出した町と憧れた町。まだの景色は変わらない。眺める自分だけが変わった。大人になるっていうことは何かになれることですか。刺激もやがてなくなって当たり前のように春が来る。今どこにいるんだろう。渡り鳥たちに空は見えない。飛んでるのはどこなのか。夜風に逆らい進もうとしている。渡り鳥たちに地図なんてない。ひたすら本物を聞きに、いくつもの荒波を踏み踏みを目指して、ハプニングが起きちゃったのに起きちゃった。
みーびっくりしたね。多分今もう充電 8% とかわかんない、見えないけど、びっくりしちゃった。自分も止まってうわっと思って、うわ 10% じゃんってやつあれさ、配信止まんなきゃいいのにね。なんで止まるんだろうね。止まらずこう押せばいいね。思ったよね、みんなもびっくりしたよね。ごめんよ。よし、スクショタイムしますか遠くから見たら意外と眉毛太くないか、葉っぱわかんないけどね。どうなんだろう。何にする。ジュナミーム昨日のさ、この画角がさ、ちょっと鼻の中大丈夫だったか不安だよ、だいぶ何がとは言わぬけど、今日も可愛くて楽しい配信ありがとう。よかった、こちらこそ。これ追加のニュースのいいでしょ。あ、ついちゃったついちゃったごめんこういうことでしょ、みんな。え、違う？こういうことでしょ？あ、ついちゃった。鼻チークだ。え、鼻チークじゃん。え、いいね。歯とか言うなし。歯とか言うなし。あざとい。これあざといっていう。本当？よかった。じゃあさ、もう一回ちょっとやるから、これでスクショタイムしよう。へえとか言うな。はい、ついちゃった。はは は, はちょっと嫌ね、これ。これちょっと、これでこれで拡散超嫌やな。確かに。ちょっとごめん、リップにする、もったいないから トナカイみたいになってたよ。そんな塗ったら違う方向に行くって。確かに塗るのやめだ。唇の色血色足しです。うん、ここに足した、上に。サンタさんトナカイみたい。何のどの角度が可愛いんだね。よし、こんな感じ。体はあざとい。ちょっと上目遣い。絶対違うよね、これ。なんか睨んでるよね。なんか可愛くないの。好き？みんな私のこと好き？カツアゲこんな顔してカツアゲする好き、みんな好きって言って私も好きだから。ほんと何始まったん、これ。絶対さ、次さ、もう 10% になりましたとかじゃなくて、プチって切れるタイプだよこれバイバイも言えずにプチって切れちゃうタイプだよこれ。はい、ってことでバイビーバイビーバイビー。ちょ、僕は普通に笑って白目で切れる確かに僕は普通に笑ってる。じゅちゃんが男女読むよ、読むよ、分かってるよ。確かに iPhone はね、1%からが勝負だから。確かに1%でもさ、意外と持つよね。
大丈夫、忘れてない忘れてない忘れてない、大丈夫大丈夫、みんな安心して。しばらく見ないうちにあざとくなってもうね、見てないで私はもう不安だったよ。今日来るかな今日来るかなって思ってたよ。おいしょい、イエイ。はい、縦にして10で見ます。何パーセントでしょうか。 5% くらい。おおと思うじゃん。 6% でした。じゃあね、13位から読みますね。13位、いきまーす。13位、あれ23位だ。13位、はい、13、17だったの。13位からいきますよ。13位、ライトさんありがとうございます。12位、リョータさんありがとうございます。11位、ときめきこばさんありがとうございます。10位、バカさんありがとうございます。9位、坂下さんありがとうございます。8位、かつやさんありがとうございます。7位、みっちーさんありがとうございます。6位、ストーンさんありがとうございます。5位、カズさんありがとうございます。4位、パンダのテオさんありがとうございます。3位、17号さんありがとうございます。すごいしょ。2位、アリニスタさんありがとうございます。1位、タカシさんありがとうございます。ありがとうございます。よいしょよいしょ、おやすみね、みんな。18位、ハルチューさんありがとうございます。本当にありがとうございます、見に来てくださって。今しばらく旅に出ます、なんだって。よし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 、みんなみんなありがとうね。長い時間、約2時間ぐらいやったよねってことで、みんなありがとうね、みんな見に来てくれて。バイバーイ、ありがとうございました。またね、課題頑張るありがとう、おやすみ、バイバーイ。